皆さんこんにちは、 K スタンダードスタイルの K です。今日はコートの話をしたいと思います。コートが劇的に変わってまいりました。これは昨シーズンあたりからの動きなんですけども、それまでのクラシコの影響を受けたスリムフィットですね、タイトな、そういったものからたっぷりとしたこういったオーバーコートに変わってきました。まさにオーバーサイズのオーバーコートという感じですね。おそらく2サイズぐらいは大きいんじゃないかと思います。丈も前は膝の上だったんですけど、これからは膝の下ぐらいがいい感じじゃないかと思います。このように重厚で重たい素材を使ってるんですけど、特にビビつく必要はないと思うんですよ。実はこういったスタイル、昭和のアイコンでありますサラリーマンのコートでもあります。ですから昔の映画を見ていただければ、皆さんこういうコートを着ています。まあ、今日は僕はたまたまオーバーサイズに着込んでるんですけども、実はこのコート、80年代に買いまして、当時ちょっとこういったオーバーサイズが流行ったんですね、一時的に。そしてしかもその時もヴィンテージだったもんですから、そうですね、おそらくこのコートは70年以上経ってるんじゃないかと思うんですよ、前のもの。よくぞまあ虫に食われず生き残ってると思うんですけどね。はい、なんつっても重たいです。もう何倍もありますね、最近の軽くて伸縮のある素材から見ると。もちろんそういったコートの良さ、ジャケットの良さはに恩恵を得てんではあるんですけど、たまにこういったずっしりと重たいものを着ると、お、来たなという感じがしますね。ですからまあどちらにもまあ長所はあるんじゃないでしょうか。まあ古いアクアスキュータムの、ね、マークが入ってますけどね、およそ50年代もの商品じゃないかと思うんですけど、昨年から始まったワンサイズアップの動き、これはもうスーツジャケットから始まりまして大きくなってきました。そうなると必然的にコートは2サイズぐらい大きくないと様にならなくなりましたよね。ですからもうたっぷりしたこういったコートになってくるように思います。80年代なんですけど、皆さん覚えてますかね、トーキングヘッズの、デビット・バーンという歌手がいますよね、シンガーが。彼が MTV プロモーションビデオで、お相撲さんのようなまさにこういったスーツを着てコンサートをやったんですよね。もうオーバーサイズな服でもって、それがなかなかかっこよかった印象があります。そういったわけで、それは極端としても80年代はそういこういったちょっとオーバーサイズなものが一時的に流行ったことがあります。で、いわゆるぴったりしたアイビールックがすごくみっともなく見えた時期があります。で、ニューヨークでぴったりしたものを着てるとちょっとクラブウェイクにもすごく恥ずかしかった思い出がありますね。まあこういったヴィンテージ屋さんでこういった古着を買ってやっと一息ついたという感じです。ファッションってだいたい30年ぐらいで一回りしますよね。ですから、100年で4回ぐらいは変わるんじゃないでしょうか。長くなったり短くなったり、細くなったり太くなったり、まあそういうわけでこれからしばらくはこういったたっぷりしたものを味わえるんじゃないかと思います。雨の忍び合いというジャンポール・ベルモンドのコートを見て、あ、これからはこういったコートかなと思って引っ張り出したのがきっかけです。ですからそれまで20年間ぐらい、倉庫に眠ってました。で、今日はその雨の忍び合いという映画についてお話したいと思います。映画雨の忍び合い、邦題なんですけど、現代がモデラート・カンタピーレ、普通の速度で歩くようにというピアノの、レッスン曲の一つなんでしょうけど、冒頭からこの曲が流れまして、まあ、これが物語にも影響していくんですけど、なんせ雨の忍び合いという雨は一度も降ってないのに、こういう邦題ですね。まあ、当時雨のニューヨークとか雨のニューオーリンズ、それから、雨の訪問者、雨シリーズが多かったですよね。そういうわけで多分
勝手には目をつけたんじゃないでしょうかね。まあそれはさておき、この映画を見てロングコートビッグコートに気がついたということなんです。ただこれを見たのが、5年ほど前だったので、その時は僕もまだ、タイトなスリムフィットなコートを着てました。それでこういうコートの着方があるんだなということでびっくりしたんですけど、今改めて見直しますと、特にそれほどビッグでもないんですよね。やはり当時の僕から見てビッグだったということですよね。まあコートですから一サイズ二サイズ大きいのは当たり前なんですけど、ジャンポール・ベルモンドのずっと前編このコートを着て、過ごすわけです。それが素敵なんですよね。どういうことかと言いますと、全体のシルエットがこんな感じですね。ジャンヌ・モーローとベルモント田舎の、浜辺で佇むシーンですよね。それから実は、グレーンチェックであるということが画面が綺麗になると分かります。この襟の立て具合もなかなかですよね。昔の映画を見ただけだと、グレーンチェックに見えない場合があるんですよね。何だろうなという感じで、ツイードのコートだってのは分かるんですけど、それがないどんな柄なのかは分かんないですけど、今の 4K とかになりますとこれがくっきりと出てきますよね。ジャンヌ・モールはこの映画をしっとりと抑えまして、カンヌ女優賞をもらいます。まあ、迫真の演技ですよね。あのエヴァの匂いとか天使の入江とか、とにかく、彼女の特有のキッチュでやんちゃな役とは違い、抑えきった人妻役ですよね。ですからこの映画お金持ち夫人のいわゆるよろめきドラマなんですよね。でも単にそれで終わらさないのがやっぱり、監督がピーター・ブルックといいまして、イギリスの演出家なんですよね。ですからちょっと手法を変えてしっとりと見せましたね。単なるよろめきドラマではなくて、7日間の恋を、若者との7日間の恋、またジャンポール・ベルモンドがいいんですよね。やっぱり彼も前編抑えきった、演技ですよね。で2人の感じがすごく港町のさびれた雰囲気によく合ってましたね。密会場所というかいつも会ってたカフェがこのカフェなんですよね。いい感じ、港町のカフェこんな感じなんですよね。すごくいい感じですよね。こんな感じでこうやって佇み合うわけですよね。こういうピーター・ブルックのこういうシーンもいいですよね。こう構図がすごく素敵です。ジャンヌ・ボローもこういうふうに当時のオーバーコート、オーバーサイズなコートですね、着てます。やっぱり女性もこのようにちょっとオーバーサイズになっているんでしょうね。やっぱり時代がそういう方向に行ってるんじゃないでしょうか。まあ、ベルモントもあの前年勝手に仕上がれで、すごくいい演技をして乗りに乗ってる時でしたよね。ソロベルモンドの次のこのような、匂いの映画で冬の猿っていうのがあるんですよね。これはジャン・ギャバンと一緒に共演してるんですけど、これもなかなか渋くていいですね。田舎町のだからベルモンドは田舎町がなんか似合いますね。晩年の派手なリアクションよりはもう田舎町でいるちょっと気の狂った青年役がぴったりハマるという感じですね。かっこいいですね。ちょうど、11月はベルモント週間で、新宿の武蔵館でずっとベルモントの映画ばっかりやってたんですよね。普段見れない映画もやってましたので、僕も1本だけ見ましたけど、もう今はもう終わっちゃいましたけど、そういう意味でアラン・ドロンとベルモンド、フランスの2大スターですね。これを超える人たちは未だいないんじゃないでしょうかね。ジャンヌ・モーローも、天使の家っていう映画、あの狂ったようなギャンブラー中毒の女、あの役も良かったですね。カンヌ、ちょうどカンヌを舞台にした映画がでして、カンヌの賭博場ですね。なかなか渋い映画でしたね。
彼女の魅力がもう満載って感じで好きですね。そういうわけでこの映画からビッグコートということを感じたんですけど、当時はまだ5年ほど前でしたので、単に大きいコートを着てるなぐらいだったんですけど、すごく新鮮な感じがしましたね。それが去年、一昨年去年と年に1回ずつ見てるんですけど、だんだんとものになってきまして、自分の中で去年ぐらいからもうしっくりきましたね。あ、ビッグコートだという感じで、じゃ早速取り出しまして、で過去のコートはもうちょっと着れなくなってくるという感じですね。着れなくなったタイトなコートはじゃあどうやって着るか、自分の中でリサイクルするかということはまた後日お話しさせてもらいます。では今日はビッグコートの話でした。ありがとうございました。